この頃までのフォークソングというのは、まあ、日本の音楽界の中ではママアク扱いされてたと思うんです。つまりフォークソングなんていうのは子供たちが騒いでいて、まあ、薄汚い学生たちが歌ってる歌なんで、あんなものはテレビに出してやれないとか、レコードを作ったってあんなものは売れないだろうとか言ってたのがだんだんそうでなくなってきたんです。現実に、まあ、非常に音楽の質も上がってきたし、レコードも売れ始めた。そこでポピュラー音楽界としてもこのフォークソングを取り入れざるを得なくなったんですね。そしてフォーク歌謡なんてものが作られるようになりましたし、一方またアレンジやなんかの方にもこのフォーク調のアレンジというものが流行するようになった。フォークアレンジっていうのは何でもギターだとかハーモニカだとかを全く必要のないところに入れるっていうのがこれフォークアレンジの特色なんだそうですけど、まあ、そんなことをやってね、若い人たちのご機嫌を取り結ぶようになったんです。でここで一つ実験的な作品をご紹介するんですけども、それは今までフォークと全く無縁だと思われていたような、例えば演歌みたいなものにこのフォーク調のアレンジを入れた場合にどういうふうになるかっていう、まあ、亀梨さん今まで演歌歌ったことはもちろんないと思うんですけれども、ちょっとこれ実験的にやってみたいと本人が言いますので、これからそのフォーク調の演歌っていうのをやってもらいます。田畑芳雄さんの帰り船っていう曲夢も侘しい。